皆さんは好きな人に告白したことはありますか？告白は自分の好意を相手に伝えるための大切な行為です。そしてその方法ですが、昔からある面と向かって思いを伝えたり、ラブレター形式という恋文形式もあります。しかし昨今電子化が進み、告白もネット上で可能になりました。最近はコロナウイルスの影響もありこういった方法での告白がベターなのかもしれません。ですが私はこんなやり方で本当にいいのかと疑問に思います。私だったらコロナのない異世界に行って思いを伝えます。ここは異空間、つまりラビリンスです。ラブルートゼロキスキスラビリンス、どうもアンシャント婦女子です。今回はラブルートゼロキスキスラビリンスという乙女ゲーをプレイしたいと思います。このゲームはプレイステーション2専用ソフトで、その年一番のクソゲーを決める祭典であるクソゲーオブザイヤーにて唯一乙女ゲーでノミネートされている作品です。つまりオンリーワンクソゲーです。ちなみに投稿者カッコースは乙女ゲー初プレイなので結構楽しみです。さてこれ以上長々話してると SNS で暴言を吐いてしまいそうなので、そろそろ始めたいと思います。本当にこれでいいんだな？どうやら名前を決められるみたいです。どうしましょうかね。そういや主人公の声優さんって誰なんだろう。ライカ助けて。ボーライダーと同じ声優さんということなので、桜戸さんという名前にしました。ニックネームはライダーです。この名前の意味がわからないという人は検索すればわかります。ただ責任は取りません。だが私は謝らない。無事サーヴァントの召喚に成功したのでゲームを始めますが、主人公の通っている学校ではにあるモミの木の影がグランドクロスするときに告白すると思いが叶うという伝説があるみたいです。俺君のことが好きなんだ。しかし開始早々クラスで人気者のイケメンであるクロイ君から教室で告白されます。好き、本気で。あなたが好きです、死ぬほど好きだから。ごめん和也君。いいよ、分かってた。彼氏いるもんね。乙女ゲーやったことないからよくわからないんですが、すでに主人公には彼氏がいるみたいで、告白の答えはノー。湯原先輩というかこの時点で妄想全開のストーリーできついんですけど、ギャルゲーも似たようなことやってんすかね。地震いきなり危ない。ホワイトシール。嘘なんですけどね。はい、告白を受けていたら唐突に謎の地震が発生。気がついた。そして
その直後異世界に飛ばされました。ったく、ダセーな。オロオロしてんじゃねえよ。え？俺はショコラ、こいつはキャンディ。ここ、精霊界の住人だ。ここは異空間、つまりラビリンスです。まるで意味がわからんぞと思っている視聴者が大半だと思うので解説します。たまに人間界のものがここに繋がって転送してくるという迷惑な異世界です。現時点ではそれ以外解説する点はありませんが、ちょっと歩けばキャベツや人参玉ねぎが転がっていたり、プラスチックのトレーに乗って丁寧にラップまでかけられている牛肉が見つかるという超絶都合のいい異世界となっております。一体何なんだ。異星へ女子。はい、この異世界にはどうやら化け物が出るみたいです。乙女芸に戦闘ってあるもんなんですね。とりあえず戦ってみましょうか。負けるわけにはいかない。おい、こんなもんだろ。おい、こんなもんで終わらすんじゃねえよ。さて、このゲームのやださをどんどん解放していきましょうかね。まずこのしょぼすぎる戦闘です。すでに PS3 が発売されている2010年にここまで手抜きの戦闘があるのが逆に驚きです。さらにこのヘビみたいな敵の名前がゼロっていうんですけど、このゼロはなんとこのヘビタイプ以外他に存在しません。戦闘するゼロは全て同じ見た目をしています。色違いすらありません。敵が1種類しかいないというだけならまだしも戦闘バランスも狂っています。それ はい、このように序盤であっても999ダメージというカンストダメージを叩き出せます。ちなみに今戦ったゼロの HP が200くらいなので完全にオーバーキルです。とまあこのようにクソ手抜きにバランスのクソもない大味な仕様、救いようがありません。しかし必殺技があるみたいなのでこれで評価が白上がりするかもしれません。先生、準備はどうですか。 OK だ。つい、そっちはどうだ。こっちはとっくの塔に終わってるよ。明鏡止水セキハ天狂拳。私たちの勝ちだね。勝ってるみたいなのでこのゲームの初週売り上げを見てみましょう。1000。経絡飛行の一つをついた。お前はもう死んでいる。おわたくみでギゼブ。このゲーム実は5回も発売が延期された経緯があり、結局発売できたのは1年後でした。しかも売り上げはこの通り1000本。そんな状況だったので開発会社のリンクルはこのゲーム発売3ヶ月後に廃業倒産しました。しかし悲しみの連鎖は終わらず、このゲームの題材となった携帯コミックがあるのですが、原作者自体は一切悪くないのにゲーム購入者に謝罪するということまで発生。そして掲載された謝罪文が、いろいろどうしてこうなったという感じではありますが、とにかくプレイをした方には申し訳ないです。本当に申し訳ありません。本当に申し訳ない。お前は西岡先生。異世界に迷い込んだ人物が追加されました。物理教師の西岡先生と、こいつは甥っ子の西岡水だ。水、挨拶しなさい。IQ180 の天才兼シリアルキラーの西岡水くんです。なぜシリアルキラーなのかというと、みんな殺しちゃうよ、ごめんね。高校1年生なのになぜか拳銃を所持しており、その銃で敵であるゼロを殺すことに快感を覚えているからですね。そしてこの水くんなんですが、主人公の火力が40程度、そして他の男キャラの火力が高くても60なのに対し、水くんだけなぜか120とぶっ飛んだ火力をしています。そしてタステータスもそこまで低くないという完全に壊れキャラだったので、
この動画では、水君ルートで攻略していきたいと思います。で、序盤のイベントが終わったら、探索パートが始まります。二人まで連れて行くことができて、連れて行くだけで、好感度が爆発的に上昇する仕様なので、どのキャラクターを攻略しようが、特に苦労はありません。そして、この探索パートも正直問題だらけです。1に、地に2回周辺を探索できるのですが、特に、プラグとか、そういうのは一切なく、何が発生するか完全にランダムという、通常の、ギャルゲーや乙女ゲーではありえない仕様となっており、CG 集めや、イベント回想シーン回収が苦行すぎます。そして、今発生したのが、ゼロとのエンカウントです。文字通りゼロと戦闘するだけです。一応倒した後は、アイテムを入手することができます。アイテム入手したの敗因ですけど、このゲームホワイトバランスが狂ってまして、全体的に画面が白っぽくなってて見づらいです。その上で、薄いピンク色を多用するので、このように文字が読めません。一応 T シャツと書いてあります。で、この探索パートで発生するイベントはこちらになります。1何も起こらない。2どうでもいい会話イベント。3アイテムを入手。4ゼロとの戦闘。以上の4つのうち、ランダムで1つ発生する仕様なので、全く変わり場、絵がなくひたすらだるいだけです。そして、このゲーム1日目から25日目までが一本道で、25日目から好感度の高いキャラクターのルートへと派生します。しかし、25日中、なんと、20日間、この虚無な探索パートとなっておりまして、一体何をやらされているのかわからなくなります。探索パートを終えると夜になり、1日の締めとして、好きな男とおしゃべりできる通称、夜バイパートになります。しかし、その晩、私は夜遅くまで、スイ君とお話をした。この夜バイパートの会話パターンが極端に少なく、4回ほど夜バイすると会話パターンがなくなり、このようなテキストが流れて終了します。残念ながら、自分の推し、キャラと楽しく会話できるほど、このゲームは甘くありません。出たはい、ストーリー冒頭主人公に告白してきた黒江和樹くんの暗黒面であるダーク和樹くんが登場しました。で、こいつは何者なんだという話になるんですが、簡単に説明すると、もう一人の和樹くんです。動画冒頭にあった、グラウンドの工程で、グランドクロス状態にて告白すると、思いが届くという伝説がありましたよね。実は、あの伝説はガチだったみたいで、告白が成功する代償として、この異世界に、ゼロが湧いてしまうという設定らしいです。なので、定期的に湧いたゼロと、人間界から拉致してきた適合者を融合させて、現実世界に送り返すことによって、異世界からゼロを排除するというのが定例となっているようです。そして、適合者として選ばれたのがこの黒江和樹くんで、このダーク和樹くんと融合してしまうと、ゼロともども和樹くんは消滅。そして、全く新しい和樹くんに生まれ変わる必要があるみたいです。消えろ！え？それなら、お前が消えればいいだけだ！なら、ダーク和樹を射殺すれば、本物の和樹が消える必要はないと判断し、シリアルキラースイ君は発砲。しかし、通常のゼロをワンパンで沈めるスイ君のフルパワーカンストアタックも、ゼロの集合体であるダーク和樹君には無効化されてしまいました。しかし、スイ君には秘策があるみたいなので、それに期待しましょう。だから大丈夫。もうちょっとで、できる予定だから。お姉ちゃん、ちょっと！スイ君、どうしたの？泡がブクブクブクってなって、目がパチパチするんだよ。は？え？何のこと？だから、目にシャンプーが入ったんだってば。もう一度言いますが、スイ君は高校1年生です。そんな IQ180 のシリアルキラースイ君ですが、シャンプーの泡が目に入って頭を洗えないからと言って。あ、そうだ。お姉ちゃんがシャンプーしてよ。一つ上の女子高生である主人公に頭を洗ってほしいと懇願。目つぶって洗うと見えないから洗えないし、目開けてると泡が入るし、もうわけわかんないよ。
このゲームが。もうわけわかんないよ。よし、みんな集まれ。スイ君を介護施設にぶち込んだ後、先生から召集がありました。どうしたんですか？計算式が出た。ラビリンスを出るためのポイントを絞り、その発生時間を予測した計算式だ。つまり、帰れるってことだよ。なんと、主人公たちが何もしないで1ヶ月そこら辺を散歩してただけで、いつの間にか西岡先生がこの世界からの脱出方法を見つけていました。原作だと全キャラクターで協力して脱出方法を発見するらしいのですが、このゲームだとその過程をバッサリカットしているみたいです。アホかな。さあ行くぞ。待てよ。そして脱出間際に案の定ダーク和也くんが乱入。編集ミスで今まで和樹くんと呼んでましたが、編集し直すのめんどくさいんでここから変更します。許して。こんな時に。お姉ちゃんを傷つけるやつは許さない。そんな拳銃俺には。どうやらスイ君はダークカズヤにも効く銃弾を開発。銃弾の傷くらいすぐ再生するカズヤ君でしたが、その再生能力が封じられてしまいました。つまり今叩けば倒せるということになります。私の番ね。さてラスボスのダークカズヤ戦です。どのくらい強いのでしょうか。許さないんだから。バカな。ラスボスも一撃でしたね。なんやねんこのゲーム。スイ君しっかり捕まって。ということで異世界から脱出しましたとさ。うん、僕はお姉ちゃんさえいればそれでいい。お姉ちゃん好きだよ。お姉ちゃんは？私も。お姉ちゃんも？ちゃんと最後まで言って。好きだよ。ねえキスして。お姉ちゃん大好き。はいどうもクソ投稿者です。皆さんいかがでしたでしょうか。いや本当に何だろう、マジで本当にうん、そんな感じのゲームでした。というか自分乙女ゲープレイするの初めてなんですけど、大丈夫ですよね。他のゲームこんなんじゃないですよね。もしね乙女ゲーを愛する視聴者の方がねいたら、あのコメントとかでちょっといろいろ意見を書き込んでくれるとありがたいです。でこのゲームをね感想してみての感想なんですけど、あの戦闘パートいらないですよね。本当になんかもうバランスが崩壊してるし、まず敵が1種類しかいないっていうこと自体舐めてるし、あともう SE もないしエフェクトもしょぼいし、何なんでしょうねっていう。なんか RPG スクールのなんか素材以下の戦闘を入れるっていうのは、まあ脱ぎ屋とかでも見たんですけど、ほんとそれ以下の戦闘でなんで無理やり入れたんだろうって思いました。あとは乙女ゲーの本質であるアドベンチャーパートですね。これもねほんとひどいですよ。あの25日っていう期間がある中で、そのうち20日間何の変哲もない探索パートに当てられて、ほんとしょうもないですよね。それだったらなんか2週間ぐらいにしといて、うん、あとはなんかイベント敷き詰めた方が、まあなんかその各キャラ攻略する時の回転率も早いし、そんなんでいいんじゃねえかなって思ったんですけど、まあ20日間散歩させられるっていうゲームでしたね。あとその終盤の展開、なんか脱出の方法
完成したわっつって軽く脱出できるっていうのも本当にいかがなものかと思いました。で、他のねキャラクターも攻略しないのかって視聴者に配信の時言われたんですけど、正直に言います、やりたくありません。はい、これにはね理由がありまして、自分ニューガンダムブレイカーっていうゲームのヒロインをですね約15時間ぐらいかなかけて全員攻略して、でその全員攻略をまとめた動画を上げたことがあるんですよ。まあ、そしたらねまあ伸びなくてね、はい、だからなんでこんな伸びねえのかなと思って、一応その投稿者しか見れないなんかデータベースみたいのがあって、まあ、そこでね動画を見始めてからどのくらいのところで視聴者が離脱してるのかっていう、っていうのが分かるねグラフみたいのがあって、で自分の普段上げてる普通の動画であればだいたい半分ぐらいは最後まで残って見てくれてるんですけど、そういうねガンブレのヒロイン攻略動画とか、あとは時とあのねストーリー解説動画とか、その苦行系になっちゃうともうあまりにもね見てるだけでも辛すぎて視聴者がねどんどん離れていって、最終的にその系統の動画だと30% も残ってないっていう、実験の結果が明らかになりましたので、まあ、このゲームのねキャラクター全員攻略動画とかね、まあ時間かければ上げられるけどもう分かってるんでどうなるか、はい、なので、そういった動画は上げられませんので、ご理解のほどよろしくお願いします。あと最後にねこれだけは言わせていただきたいんですけど、声優さんの演技がねすごい、うん、なんだろう、本当にそれ以外褒めるところがなくてですね、なんかもう本当になんか声優さんの演技マジすげえ、いや本当にすごいなって言いながらプレイしてましたね。はい、だからねなんだろう、救いがあるだけマシだったかなって感じがあります。まあ、ゆえにラストリベリオンっていうね、まあ、その年の大賞作品があるんですけど、まあ、それにはね勝てなかったのかなって思っちゃいますかね。はい、てな感じでね、今回の動画は終わりたいと思いますので、また次のクソゲーでお会いしましょう。